フレーク・ピブーンソン・クラームは、大の政治家である。首相を二度務めた。立憲革命時代から第二次世界大戦をまたいで、大の政治に大きな影響力を持ち続け、永年最小というあだ名まで付けられた。日本においては、単に、ピブン、ピブーンなどと表記されているがこれはあくまで名字の一部であり、単なる便宜上の略称である。本人は、 と署名することが多かったという。旧姓は、キータ参加当初の士官名は、ルワン・ピブーンソン・クラーム。ピブーンソン・クラームの名前はもともと、プレークのみであったが、後に、名字、キータ参加が加わった。士官後は、ルワン・ピブーンソン・クラームという名前が可視されたが、後に、これを返上し、ピブーンソン・クラームを1941年から、名字にして、本名のプレークとつなげて、 プレイク・ピブーンソン・クラームと名乗った。ちなみに、タイにおいては、階級は、国王から剥奪されない限り名乗ることができたため、階級がついた名前が正式名称となる。つまり、プレイク・ピブーンソン・クラーム元帥が正式名称である。ルワン・ピブーンソン・クラームは、1897年7月14日、バンコク近郊のノンタブリー県で農業を営んでいた、林星の家人、キートとタイ人の妻、 サームアンの間次男としてに生まれる。生まれた時に耳の付き具合がおかしかったため、プレイクと名付けられた。その家族にはまだ、タイ語の名字がなかった。1913年ラーマ6世により、名字例が発布されたため、林家もタイ語の名前、キータ参加を名乗るようになり、プレイクキータ参加となった。プレイクは、少年時代、チュラチョウムクラウ陸軍士官学校に学び、 1915年に60人中12番目の成績で卒業する。1921年参謀学校に入学し、主席で卒業した。また、主席卒業が称えられるワンという官位と、ピブンソン・クラームという金スズナが与えられ、陸軍少将に配属された。この後プレークを名前とし、ピブンソン・クラームを名字として、正式名称とした。 主席で卒業した特典として1924年5月からフランスへ3年間の単身留学が許された。後にフランスへ留学。ここでヨーロッパ式の近代的民主主義思想に触れ、その後帰国した。帰国後、ピブンソンクラームは人民党に入党し1932年に立憲革命を起こした。この後、第1から3代目首相を務めたプライヤー。 マノオパコンニテターガーの下で閣僚を務めていた。翌年10月防王ラデート新王がクーデターを起こしたがプレイクはこれを鎮圧して、さらにその翌年に成立した第4代八代首相のプラヤーパホンポンパユハセーナーの政権下で陸軍大将に就任した。若くして地位を得たプレイクは同時に多くの政敵を生んだ。 1934年2月と1938年11月9日には襲撃され、これとは別に同年の1938年12月9日には食事に毒を盛られて暗殺されそうにもなっている。1938年12月20日から1942年3月6日、第1次、ピブ・ーン内閣の集合写真1938年12月15日。 その時の首相プライヤーパホンポンパユハセーナーの不信任に伴い議員を集めて投票を行ったが113名の出席者のうち35票が当時ピブーンソクラームと共に幅を利かせていたプライヤー。ンスラデートに入りピブーンソンクラーム自身が得た票は5票であった。にもかかわらずピブーンソクラームは陸海軍の指示を受け12月20日ピブーンソンクラームは首相に就任した。 ヒブーンソンクラームは、以前の暗殺未遂の経験から、身の危険を感じ、翌年1月21日、王族、官僚、民選議員合わせて51名を逮捕し、うち18名を処刑。その他は、国外退去命令や王族席の剥奪を被った。その後、ラッタニオムと呼ばれる一種の愛国主義政策を、次々と発表。国名の変更や、服装制限。 タイ文字の改変など各種の政策を実施した。これは歌人をタイ人化させる一種の同化政策あるいは国民統制の性格を持っていた。これと並行してピブーンソンクラームはカゴ学校をすべて閉鎖させ、カゴ新聞も中原法のみとし、タバコ産業の独占化、円の巣の採掘ライセンスの保留、食品商やタクシードライバーの外国人締め出しなど、 強行策を行い過人を締め出した。その一方で過人への帰化自体は許可していたことから、これは過人の動化を促進した。太陽族政策では王室財産局を設置し、王室、王族の財産を制限しようとした。この政策は一時的に効力を上げたが、実際には後々、大経済の発展に伴い財閥化し、大最大の企業グループとなった。 第二次世界大戦勃発後の1940年6月12日に、ピブーンソン・クラームは、フランス対日本対で同じ日に、相互不可侵条約を締結し、中立政策を不意調した。しかし、ドイツがフランスを占領するとピブーンソン・クラームはこれを、すぐに翻し、同年9月10日、フランスと、対仏国境紛争を開始した。3日後インドシナ半島の一部の割譲をフランスに、 要求することで事態を打開しようとしたがしかし、フランスがこれを拒否したため、紛争は翌年までもつれ込んだ。1941年日本がこの仲介に入り、5月9日には東京条約が締結され、フランスがタイに旧大量の4件を返還することで同意した。同年7月28日この功績により、ピブーンソンクラームは元帥に昇格し、以降は、 中立政策を不意調したが、10月に日本とタイが両国の公使館を大使館に格上げしていることなどから、以降は日本寄りになっていったと考えることができる。1941年12月頃、ピブンソンクラームは太平洋戦争勃発による危機感から国民総動員体制を導入。同5日と7日には日本の壺上、 定時大使が日本軍の大通貨を求めてピブンソンクラームを訪れたがバンコクには不在であった。これは意図的なことでフランスの脅威がなくなった後も以前日本とイギリスという大国が存在していたため日本のみに便利を図ってイギリスの恨みを買うのを恐れたためである。結果、同8日には日本は強引に大量通貨を求めて日本軍を大量に侵攻させた。 日本軍は南タイのソンクラー、パッターニー、及びバンコク南東部のプラチュワップキーリーン2軍を導入。各地で軍民、軍人を問わず抵抗運動が起きたい側183人が死亡、日本側は141人が死亡した。ピブーンソンクラー部は同11日には日本国軍隊の大国領域通過に関する協定を承認した。 ピブーンソン・クラームは事実この協定に乗り気ではなかった。この協定がタイを事実上、日本の占領下に置くことになりるためである。ピブーンソン・クラーム自身も、山の上から岩石が落ちてきたようなものとの胸をコメントしていた。しかし、ピブーンソン・クラームは協定の締結後態度が一変する。この協定ではタイが日本に協力することを要求していた一方で、機密事項として日本は、 タイの湿地回復に協力するとしていたからである。ピブーンソン・クラームは、この時日本との協定はタイにとって利があると判断したため、1942年1月8日には、イギリス軍が首都バンコクを爆撃したのを機きに25日、ピブーンソン・クラームは、中立政策を完全に翻し英国、米国に宣戦線布告、タイは数軸国となった。 1942年3月6日から1944年8月1日、1942年4月頃、後に首相になるセイニープラーモートは、祖国が日本に占領されているのを見て、自由隊という抗日運動をアメリカ留学仲間と始めた。これは後に、イギリスのタイ人留学グループにまで及び、英国では自由隊のメンバーは、 英国兵として受け入れられ、特殊訓練が施された。また、ピブーンソン・クラーム内閣の閣僚で国内にいた、ルワン・プラディット・マヌータムまでも参加していた。無論、ピブーンソン・クラームはこれに気がついていたが、黙認し、一方で、日本に対しては自由、タイなどないかのように振る舞っていた。この頃までに、日本の行為は、タイの社会を混乱させるようになった。日本は、 日本国内の慢性的な食糧不足を改善するために、大米を日本に送ろうとし、バーツを円と10日に切り下げた。また、タイ政府から大量の軍費を借り入れ、それを戦時で物流の乏しかった、タイの市場で大量に消費したが、これはタイ国内で大きなインフレを生じ、農村経済に打撃を与えた。同盟国であったため、対面鉄道の建設現場以外では、 あからさまな虐待が行われなかったものの、店の商品をくすねたりというようなことも行われ、管理、一般人を問わず素行の悪い一部のものにより、日本は大いに評判を下げていた。現在、タイにある日本人に対する別称もこの頃生まれたと考えられている。1943年2月13日敗戦の色が濃くなってきたため、ピブーンソンクラームは辞表を ラーマ発生に提出する。二日後議を取り直して辞表を撤回するが、10月20日には自由隊のメンバーであったディレイクチャイアナーアムを外相に就任させた。この時、ピブンソンクラームは、すでに敗戦に向けてある程度腹をくくっていたようである。1943年2月6日、ピブンソンクラームは、首都が壊滅した時のことを考えて、日本軍の知らないところで、 めッチャブン仏教都市建設計画を発表。7月4日には、東条秀樹が、マレーの四州とビルマのモンパン州、ケントン州を手土産に、ピブーンソンクラームを訪れたが、ピブーンソンクラームは、あまり興味を示さず、大東亜会議には日本から要求されたものの病気で、あると称しテラーマ4世の孫である、ワンワイタヤーコーン新能を代理として保険するに、泊まった。翌年7月22日、 これまでのピブーンソン・クラームの独裁ぶりに反感を持つ、もののたまり場と化していた人民代表員によって、ペッチャブーン仏教都市計画が否決され、ついでに不信任案を突きつけた。ピブーンソン・クラームは2日後自ら辞表を提出し、首相を退りた。いた。1943年8月17日、新首相クアン・アパイオンは、ロップリーでピブーンソン・クラームと会談した。これは、 ピブンソン・クラームが元帥に就任したままになれば、敗戦時に連合国側から責任を問われるのをクアンが恐れたため、何らかの形でピブンソン・クラームが軍事方面から身を退く必要があることを伝えるためである。その一方でクアンは、ピブンソン・クラーム首相就任時代の反対派一層作戦の二の舞になるのを恐れていた。会談の結果は、 ピブーンソンクラームは堅くなナに玄水の地位から降りることを拒否したのみであった。後、8月25日、クアンは強制的にピブーンソンクラームを玄水から罷免した上で、ある程度の情報を見せ、ピブーンソンクラームを国家最高顧問の座につけた。その後、ピブーンソンクラームはパトムターニーに身を潜めていたが、後に終戦を迎えて自由隊が政権の座につくと、9月13日に、 首相の旅分野系統によって最高顧問を解任された。セイニープラーモート首相が就任すると10月10日に戦争犯罪人法が成立し、投獄された。翌1946年1月31日クアン・アパイオンが首相に復帰したが、直後の3月に辞任し、自由体系の政治家が短期間の間に入れ替わり、政府は非常に不安定な状態が続いた。 プリーディパノム4は混乱しきった政局を収集するために尽力し、4月には戦争犯罪民法が無効であるという判決が最高裁でなされ、ピブーンソンクラームは無罪方面で釈放の運びとなった。1946年5月にフランス軍が大量を攻撃した。国際社会への復帰を優先せざるを得ない。プリーディ政権は領土の引き渡しに応じ、 ナコーンチャンパーサック県、ピブンソンクラーム県、プレアタボン県の3県はフランスに返還された。1946年6月9日にアーナンタ・マヒドン王が多少不可解な状況の死に方をしており、公式見解としては銃の手入れ中の暴発事故だという。この時代インドシナでは共産党が勢力を伸ばしつつあったが自由体系の不安定な政府が インドシナ共産化の危機を感じていないことに対する危機感が軍部内部で高まり、ピブンソン・クラームは軍部から政変団と呼ばれる組織を作り、1947年11月8日、対空デターを起こし、タワン・タムロン・ナー・ワー・サワットが辞職し、クアン・アパイオンが新たに政治に就いた。これにより、ルワン・ピブンソン・クラームは政界に復帰し、 物歴に四4 9 0年太陽国憲法が成立した。翌年、ピブーンソンクラームは軍部を使ってクアン・アパイウォンに圧力をかけ、結果的に退陣させた。これをピブーンの帰り先という、1948年4月8日から1949年6月15日、ピブーンソンクラームはクアン・アパイウォンに圧力をかけ、結果的にクアン内閣を総辞職に追い込んだ。 これにより1948年4月8日に第三次ピブーン内閣が発足した。同年10月1日、これに反感を持つ昇降反乱が発生したが、ルワン・ピブーンソン・クラームはこれを鎮圧した。その後1949年2月26日には、プリーディーパパムヨンが関連していると見られる応急反乱が起こった。これを鎮圧したのが後に首相になるサリット・タナラと出会った。 この後サリットが、ピブーン政権内で台頭し、後に、ピブーンソンクラームに徴用されるパオシーヤーノーンと、並んで、ピブーン政権内部の有力者となり、ピブーンソンクラームは2頭の像に乗っていると称された。他にも1950年1月29日洪水反乱と、呼ばれるカートカートソンクラームによる反乱も起こった。1949年の3月23日、 物歴に千四百九十二年大様国憲法が成立しのちに、摂政が交代した後一旦内閣を解散。再編し千九百四十九年六月二十五日、第四次、ピブーン内閣を成立させた。千九百四十九年六月二十五日から千九百五十一年十一月二十九日、ピブーンソンクラームはこの頃、アメリカ寄りの外交を見せ、千九百五十年には、 アメリカと経済協定、軍事協定結んだ、1951年6月21日、海軍を中心にした、旧国団により、マンハッタン号事件が起きた。これは、米軍から大海軍へマンハッタン号を贈与する、式典中に、空軍がマンハッタン号を爆破した事件である。式典に出席していたビブーンソン・クラームは、二人の副官と共に、 海軍の砲艦に連行、拘束されたが、政府側は砲艦を爆撃。隙をついて艦から、チャオプライアー側に飛び込み、とある警官に引き上げられで、命を流られた。クーデターは短期間で失敗し、海軍は後に勢力を縮小され、以降クーデターを主体的に行うことはなくなった。同年の11月29日、政変団のメンバーであったピンチュアンハンがクーデターを起こした。これは、 ピブーンソンクラームに仕組まれたものであった。俗に静かなるクーデターと呼ばれ、物歴2475年サヤーム、王国憲法の復興を目指したものであった。これにより、第5次、ピブーン内閣が成立、全政党が解散し、政治はピブーンソンクラームの独裁体制となった。1951年11月29日から1951年12月8日この内閣は、 非常に一時的なもので、ピブーンソンクラームは12月6日、物歴2492年太陽国憲法を廃止、物歴2475年サヤーム王国憲法とその改正憲法を一時的に復活させ、その2日後、内閣は総辞職し、第6次ピブーン内閣が発足した。1951年12月8日から1952年3月23日、 この内閣も一時的なもので、翌年の2月26日に選挙が行われ、3月8日には、物歴2495年改正版、物歴2475年大王国憲法が成立した。これにより、第七次、ピブーン内閣が成立した。1952年3月24日から1957年2月26日、第七次、ピブーン内閣は就任早々。 平和委員会判断の計画が発覚する。これは未遂に終わったが、メンバーが、のきなみ11月10日に更迭された。この事件の結果、ピブンソン・クラームの権力がさらに高まった。ピブンソン・クラームはこの頃より永年最小と、呼ばれるようになる。1953年4月14日、ピブンソン・クラームは、夫人を連れて、欧米を訪問。帰国後、これからはあたいも、 民主主義で行くと宣言した。この後、王宮広場で、ロンドンのハイドパークにヒントを得て、政権を自由に発表する場を設置した後の1955年9月26日には、ピブーンソン・クラームは、政党法を確立。一方で、ピブーンソン・クラームは、自分の支持基盤、自由、マナンカシラー等を設立して、政党政治の体への浸透に努めた。 1957年2月26日には、ピブーンソンクラームの人気満了に伴い、選挙が実施された。ピブーンソンクラームはこの時、腐敗が発覚し、3月2日この不正に対するデモが生じた。この時、ピブーンソンクラームは、非常事態宣言を発表。このデモの鎮圧を任されたのが、サリット・タナラットリック軍司令官であった。 サリットはデモを武力で頭ごなしに鎮圧するのを避け、対話の姿勢を取った。この頃からサリットは、ピブーンソンクラームに愛想をつかし始めていた。同年3月14日には、非常事態宣言を解除して21日第8次、ピブーン内閣を成立させた。1957年3月21日から1957年9月16日、第8次。 ピブーン内閣が発足した年の9月から、ピブーンソンクラームの政権を揺るがす事件が勃発した。まず12日に、サリット・タナラット陸軍元帥、タノーム・キッティカ・チョーン陸軍中将らがのきなみ自由、マナンカシラートを離脱。翌日には、サリット・タナラットが、ピブーンソンクラーム首相とパウ・シー・ヤーノン、警察局長の解任を迫った。15日には、王宮広場のハイドパーク運動により、 ピブーン政権が批判された。サリットは時期が熟したと判断し、組織しておいた兵団を用いて、翌日の16日にクーデターを行った。これにより、ポット・サーラシンが新たに首相として就任した。革命が行われるとピブーンソン・クラームはトラート県に逃げ、そこからカンボジアへ亡命。その後、知人が多い日本へ移り住み、東京で亡命生活を送っていたが、 あとに、インドへ渡り、ブッダガヤへ行き出家けする。原則後、神奈川県相模原市で一生を終えた。AB、大日大辞典の子を、富田武次郎著ょ文という故障は、1929年に七千王から与えられた感名の一部。マイケル・ライファー、Dictionary of the Modern Politics of South East Asia ラウトレッジ。 pp 204?isbn0415138213http コロンスラッシュスラッシュ www.amazon.com スラッシュ gp スラッシュリーダースラッシュ0415138213スラッシュ ref イコールシブブックスレフ104から786万7281から316万9568イエ イコール UTF8&、キーワーズイコール死の体&、V イコールサーチインサイドハット、三日天下。の、海軍ピ文首相、泳いで脱出、朝日新聞昭和26年7月13日。ありがとうございます。